のじゃな。大会とはな、大きな海のことじゃ。つまりどういうこと？お前もいずれ狭い世界から飛び出して外に出ていくんだろ。大会に出たらな、今まで見たことない波がお前を襲うかもしれないんだよ。あ？でもその時は大事だなあ。諦めずにな、その大きな波に挑め。人はな、そうやって一個一個波を越えるために成長するってもんだ。でもな、どうしても越えることができない大波がやってくることもある。それでも諦めるんじゃねえぞ。うん、諦めずに立ち向かってるとな、それを見てた人がお前のところにやってくる。一人また一人とな。それが仲間ってやつだ。そうやってできた仲間は大切にせんといかん。一人では無理だと思ってた大波も仲間と一緒ならきっと乗り越えられる時が来るからな。分かったか？分かった。スカサはどこだって聞いてんだろうが！知ってんだよ。さっきから言ってんだろうが！スカサの野郎学校に来てねえんだぞよ。じゃあスカサは後回しだ。一年にも生意気な中越って野郎がいるらしいしよ。それに轟の下についている辻と芝か。そのトドロキって野郎をまとめて締めちまおうか。いや、そうしようか。お前スカサ飽きたら伝えろ。トドロキ取ったら速攻取りに来るってな。じゃあ、ここ屋上だぞ。